ベルンワースの牢獄にいた盗賊、彼ならば手口に詳しいかもしれません。どうぞ、出てくれ。そこへお連れします。合意します。長旅になりそうですね。体力温存も兼ねて牛車を使うのもありかと。牛車ですか。魅力的な提案ではあります。でも判断は各社様に委ねましょう。さて、道中は長いことですし、ここから牛車を利用するのも一手でしょうね。必然的にそうでしょう。この牛車は、すまないが前払いで頼むよ。ベルンワースの牢獄にいた盗賊、彼ならば手口に詳しいかもしれません。道案内は私にお任せを。賛同します。確かこの辺りにも立ち寄る場所がありましたね。どちらを優先するか迷いどころですね。こちらです。どうぞ。私を見失っていませんか？ついてきてください。各社様、我々はここで待機しています。ここで何をしている？スイガの宝石を探して。知らねえな。正直見たことも聞いたこともねえよ。いや、本当に知らねえんだぜ。でもまあ、その手の宝石ならイブラヒム一品店だ。そこで心眼の鑑定をしてもらう。一品店は国境宿場町。
なるほど、イブラヒム一品店、そこで宝石を鑑定するのですね。道案内は私にお任せを。賛同します。昇降用のはしごです。うまく利用しましょう。もうちょっとここにいたいわ。任務中は気を抜けませんね。腹ごしらえもした方がいいかな。疲れは残ってるけど、やるしかない。こんな時に限って私目立つから。これは気持ちよく。採取は私が。この依頼に関する情報を持っていません。知識のあるポーンを雇うのが良いでしょう。そういえば宮殿の兵士が噂話をしていました。豪気と隣国の要人のことでしょうか。ええ、隣国要人とは男女の中にあるのではと。なんじゃ、何か面白い書物でも手に入れて。ん？今宵も月は雲の薄き帳にか。面白い。これはな、一種の小月は女、日は男を表しておるのじゃ。つまりこの書簡の言わんとしておるのは、あの D さんが。そのようなこのファズスとかいうのが何者かは知らぬが、問題は前半の進呈されたと書かれておる以上は何らかの物質を指すのであろうと。それ以上のことはわしには分かりかねる。バタルの出の者ならば何か知っておるかもしれぬな。
った。なんだか妙な匂いが。緊張してきたな。これも市民のために努めねば。自分に兵の適性はあるんだろうか。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、伝説の語り部アルバート様だ。誰か何とかしてくれんか。各社様、しばらく別行動となりますね。その手紙には何か深い意味があるような気がする。もしも何か分かったら僕にも教えてくれるかい。そうなのか。調べてくれてありがとう。そうか、もっと、困ったな。今の新兵どもに戦は務まるのか。どうすればいい。怪我だけはしたくないんだ。この静けさは好きだな。膝を痛めんよ。静寂こそが治療。なんか眠くなってきちゃった。まさに不可解。パトロンさえできれば俺も試作には持ってこいか。仕事を忘れそうじゃ。宝剣を直せる人を探す必要がありますね。誰か詳しい人はいるでしょうか。ついてきてください。どこへ行くんだ。いらっしゃい、何かご用ですか。はしごですね。移動に使います。こいつは便利ですね。仕事も家事も勢いが大事よ。ここらは何もない。足が棒になった。
腕のいい鍛冶屋がバクバタルにあると聞いたことがあります。そこならば宝剣も直せるかもしれません。その人のところへお連れすればいいですね。では私についてきてください。道のわかる人がいると助かりますね。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝説の語り部、アルバート様だ。一日になりそう。おい、こっちだ。周囲の山々もここなら一望できますよ。あの辺りにも人が住むのでしょうか。まあ、もらっておきましょう。これは素材として使うものですね。後々役に立つ場面があるでしょう。参りましょう。ここでの戦闘は避けたいところですね。皆従ってください。各社様の指示ですよ。思ったんですが、パーティー構成といえば、私がいた異界では女性ポーンばかりを雇うマスターがいましたね。興味深く思いますよ。魔法の力で属性効果を付与します。
採集を行います。何かに使えるかもしれません。頭にきた。許さない。こちらです。どうぞ。道はこちらです。私の背後に。やりましたね。敵から持ち物を奪えました。ではこちらへ。装備強化の素材については私の知識にお任せを。地図に入手かし。そちらに行くんですか。それなら案内は中断いたしますね。作者様の意向に従いましょう。道案内はまた後ほど。休息しておいて助かりました。とはいえ油断は禁物。警戒だ。腕のいい鍛冶屋がバクバタルにあると聞いたことがあります。そこならば宝剣も直せるかもしれません。ではその人のところまで案内を。道の分かる人がいると助かりますね。こちらです。どうぞ。
誰のせいじゃ。おい、絶対に嫌よ。採取します。後に役立つ時があるでしょう。素材となるものを入手しました。後々役に立つ場面があるでしょう。ふと思ったんですが、あの即位の宴ではいきなり苦しみ驚きました。あのポーンを操る術、どうすれば破れるのでしょうか。これぐらいがちょうどええわ。ついてきてください。こちらへ。そこを探れば素材を得られますよ。せっかくですから探ってみては。どうぞ見ていってください。今夜の宿はこちらでいかがですか。まだ明るいですが、睡眠の時。さあ、体力も戻りましたね。やることはたくさんあります。よく眠れましたか。何やら眠たくなってた。そうそう、我々ポーンの間での噂なのですが、ポーンが異界に渡るとある特殊な病にかかることがあり、発症すれば周りの全ての命を脅かす最悪になるそうです。病は一時的に我々を興奮状態にするようですが、最終的には誰の言うことも聞かずに暴走し始めるのだとか。なるほど。我々にそんな兆候が現れたら警戒しなくてはなりませんね。またあそこに逸像が見えますね。
あれに登れば周囲がよく見えそうです。そこに何かありそうですね。とにかく調べてみなければ。私の火の力お使いください。ありがとうございます。これが自分のお礼の気持ち。こうしてみると我々の職はすべて異なっていますね。互いに得意とする能力は違いますから、それぞれの持ち味を生かしていきましょう。わかりました。各社様のそばにいます。治療なら私に任せてください。一旦そのままで。して次も仕留めましょう。どうでもいいことかもしれませんが、異界を渡っているとマスターの個性に驚きます。あえて装備を固めない身軽な方もいました。人それぞれなのだなと感じます。私が拾います。こんな場所にもあるんですね。ともかく回収できてよかったです。なるほど、これは我が異界のマスターにもぜひ伝えておきたいです。
目的地ではない方向に行かれるのですか。なるほど。伯爵様の意向に従いましょう。道案内は腕のいい鍛冶屋がバクバタルにあると聞いたことがあります。そこならば宝剣も直せるかもしれません。その人のところまで案内します。道の分かる人がいると助かりますね。順当すぎてややつまらない品でしょうか。そうそういつも価値の高いものばかりじゃないので。こちらです。どうぞ。追撃はさせません。魔法の力で属性効果を付与します。今は特に野営の必要はないかと。疲れたらまたここを訪れるとしましょう。しておいて助かりました。とはいえ、裏の秘密、警戒を。長旅になりそうですね。体力温存も兼ねて牛車を使うのもありかと。牛車ですか。魅力的な提案ではあります。でも判断は各社様に委ねましょう。私が拾ったものは各社様が優先してお使いください。素材ですか。不要ではありませんが。火の属性を付与します。
ついてきてください。こちらです。どうぞ。各社様、今のうちに回復を。ありません。やりましょう。当然、承知の上です。奪い取り成功ですね。これは敵も驚いたことですよ。慌てずについてきてください。待っていますので。各社様の力を信じていました。私がお守りします。Thank you.
足場が斜面の時は注意を。我々も体勢が不安定になる。大点と言える立ち回りができました。常に向上心を持って臨みたいものです。思い出しました。あるようで行くべき場所が近くにあったはず。どうしましょう。先にそちらに向かいますか。なるほど、イブラヒム一品店。そこで宝石を鑑定するのですね。そこまで案内します。私は何より回復支援を得意としますので、自己判断で手持ちの支援金を各社様にも使用させていただきます。了解、そちらに戻ります。ようやく各社王の一行が竜の征伐に向かうんだって。黒焦げの状態。それからよくもまあ回復できたもんだ。さすがだよ。では眠るとしましょうか。体調も万全になりましたね。